さあ、さてさて、仕切り直しということで気を取り出していきましょう。空中ダッシュを生かして上投げ、空中前、空中後ろまで狙っていたが台に邪魔されてしまった形。少々不運でしたね。上強体育グラッピングビーム、空中ニュートラルがつかみは確定している。空前、村と町の良くないところが今の空中前からあの台上にあの乗るようなべく変をしてしまった際に、あの読み上げが発生してしまうんですよ。そうですね、この台はゼロサムに協力的ですよね。そうですね、上投げ空中、ここがルカリオ側の勝負ですね。この状況はあまりダメージリードするのは良くないことなのかもしれないですね。これに関してはゼロサム側がですか、ね、いや、ルカリオ側がそうダメージリードしちゃうとなんか怪しい感じになってる。横スマッシュ飛びすぎ、ダメージの価値がありましたね今ね。価値ありましたね。弱にしっかり弱の、先端周りから差し込んでいきましたね。このゲームでも特に当てたい横スマッシュですね。そうですね、非常に飛びますからね。さあストック先行した形2、空中ニュートラルから空中ニュートラルのベクトル変更もしっかりしてました。クエを一つ、あのジャンプに対して上りクエ超強いですよね。ゼロさん超強いし、シキさんがそれを当てるのがすごい上手いんですよね。もうやめてほしいランキング最上位じゃないですか、あれは最上位ですね。こっち側からしたらなんでジャンプ上がりしたらこんなことならなあかんねみたいな。ジャンプ上がりは通してくれるよねみたいな感じでジャンプ上がりするんですけどね。 それが 50% 60% からなんならね、お亡くなりだからえげつないっすね。さあこの読み合いが2ならではだが、空中ニュートラル空中後ろで撃墜するのはシキ。そうですね、村と町でも撃墜してしまいましたね。村と町横の広さは普通の終点と同じなんですけどね。そうですね、めくりつかみでダメージを取る。もう一つその場がひね合わせた形か。クエクエ、これが回避していなかったら危なかった。下スマッシュ横回避を積極的に使っていきますね。そうですね、しっかりとつかみの拒否を意識してますね。ルカリオ側はやっぱり飛んでもあまり強くないですからね。そうですね、地上でステップと横スマッシュダッシュ攻撃。さてさてさて、どうなるのか。さあ波動空下横差し当たらず、クエこれはどうなる。クエクエ台を経由、そうですね、台を経由しないと今のは撃墜しなかったので二択に持っていきました、ね、クエクエ。さあ回避見ている、おっとやっちゃったのは誰だこれ。ハッケイアンテさあしっかりバーストしてきました。今のちょっとシキさんらしからのミスでしたね。そうですよね、あの回避を見た時点ではい勝ちかなって感じでしたけど。そうですね、ま、対戦の合間なんでよかったね、対戦の合間でね。本当になんで言ったの、仕切り仕切り直しの中で2がいった。今日一跳ね上がった声で、どこでもよくはないさすがに戦場はね、戦場ってかね、プフランドって庭があるからね。そう、プフブランドっていうゼロスーツサムスの庭があるからね。もうちょっと、これ勝者側が敷居選手ですよね。そうですね、さあ、ツー選手は優勝するためにはこのゼロスーツサムスのプレッシャーから最低でもあと3戦は逃れなければいけないと。しかし今 BGM 勝手にいじってましたけど、うん、誰がやったんでしょう。最速で誰の言うだっていう警察いましたね今ね。そうですね、マナー警察がいましたね。マナー警察いましたけど、なんかあれらしいですね、なんか梅村とかでもその持参物の、BGM を変えるにはその持ち主に許可を得ないといけないらしいって変えましたね、ちゃんと戻しましたね。さあ2戦目村と町、まあ、やはりゼロスーツサムスが選びたいステージと、うん、まあプランドを拒否するとここは出ちゃいますよね。まあそうですよね。さあこのステージで戦うにはやはり自身の破壊力の高さも生かしていきたいと。そうですね、しっかりと先ほどのような展開もかなり理想だったんですけど、えなんか脱出してきましたね。そうですね、離脱したやつやりましたね。緊急脱出装置って感じですね。さあ下今日から今のすごいですね、空中ニュートラルをしゃがみで避けましたよ。これがあしきさん嬉しそう仕切り直しか配信なしでやるしかないかな。どうしますかね。だけでいいよっ
そう何が悪いのかよくわかんないですよね。ね、なんかあんま見ない現象だけど。うん。天気が悪いんだこれ。天気結構良くなかったっけ？天気悪いっけ？まあまあ晴れてなかった。わかんない。通算の中では嵐だったらしい。まあ嵐なのかもしれない。うん。どうしたんだろうね。この現象結構初めて見ます。よね、うん、グランドファイナルまであんまなかったのにね。そうですね。めっちゃスタッフが頑張ってくれてるんですけどね。そうですね、ありがたい限りです。実は敷居さんが足元で何かやってる可能性もあるからね。まだもうやっべミスったなーって、いや落ちちゃった今だっつって勝ちってね。敷居さんの顔ツイッターにあげたいな今の。HDMI 結構多分何本も何本も繋いでるから台変えるっていうのは難しそうですよね。まあ台変えるってなったら配信できないよね多分普通に。いや、HDMI を全部どっか引かせればできると思うんだけど、どっかのケーブルが悪いのかな。どうなんだろうね、こんだけ多いと難しいよね、うん、こっちもさ、ちょいちょい切れるじゃん。切れるね。俺らが見てるモニターも、うん、これが切れるのがさ、なんかさ、原因見つけられそうだよね。確かに分配器が悪いってこと。ここがさ、ここだけ切れたことあったよね。うん、そう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 。わかりました。かしこまりました。スタッフが臨機応変に対応してくれましたね。ありがたい限りです。さあ50秒から敷居選手が一度落ちた状態から再現という形で。再現というかまあそうですね。何も聞こえないらしいけど。さあ始まりましたね。そう始まりました。もしかして、はい、T 君が BGM 係しなきゃね。てぃ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 やめませんか。さあこの1ストを失った式、まあゼロサムならね、ピカチュウだったらもう大泣きしてるんですけど、そうですね、逆転力があるキャラクターなので。うなげっていうかこの状況であんまりまだいけるかなって思えるのもね、数限られますよね。そうですね、ゼロサムかヴィオネッタかっていう感じかな。低パーセントでもバーストを持ってるキャラクターじゃないと厳しいですよね。それこそルカリオN2 つ下スマッシュ波動弾と通り返っこして空中シロジャストシード。このルカリオに対する空中シロのジャストシードって、はい、よぎりますよね。よぎりますね。よぎりますよねって感じですよね。なんか空中シロをジャストガード狙ってるとスカッシュコード見えなくなってる。クリップリン空中シロ、さあリセットですね。納得の式。2選手ってルカリオが低パーセントの時の立ち回り勝っちゃうんですよね。鬼強いっすよね。鬼強いんですよ立ち回りが。鬼強いっすよね。鬼強いんですよ本当に。めちゃめちゃやるたびに萎えるんだよな。あのゼロに立ち回りで勝った男ですからね。勝った勝った勝った。いかがった。さあそして本当の最終決戦の1戦目、ジャストシールドが非常にうまいですよね。確かに下今日おっとめくりきれない。空前空中しろ、空 N 上スマッシュから空中しろ、この空 N から上スマッシュ高いということで。そうですね。さあ怪しい場所になったが、上っきょう逆にダメージを取っているのはツルガリの方台から。ここは危険だと一度地上に降りていくスタイル。空中しろ強気に振っていく。やはり勝ってるのはツルガリの方か。立ち回りそんなに強いキャラじゃないんですけどね。まあ弱いとも言いませんけど。そうですね、地上のステップがまあ優秀っていう感じですね。そうですけど、あこれはクエヌクエ超ジャンプなのであとはつなげられなかったですね。
これは高さが足りないですね。ギリギリ。ルカリオ結構重いですからね。そうですね。さあ波動弾でどれくらい自分が波動が溜まってるか教えてくれる。ジャンプ。おお、今のバーストするんだ。崖でフリー状況から逆に当ててくるのツー。波動弾の当て感もさすがですね。うますぎる。しかしお返し式。復帰に合わせてしたび。ルカリオの復帰に撃墜リスクがしっかりつけれるっていうのは大事なことですよね。そうですね。つけられないキャラクターも存在しますからね、やはり。うん。投げ空中前。グラップリングビーム通している。崖攻めは回避上がりを強気に。ルカリオは一番長いんでしたっけ、回避上がり。そうですね、一番長くてファルコンと同じ長さなのかな、確か。クエネ出し攻撃。史上のツールカリオでのツールカリオの差し合いが非常にうまいですね。うん、見てからですね、今のはね。今のは見てからですね。まあ読みで相当予測してたものかなと思いますが、読んでみてからってやつですね。ここら辺は身内読み終わるのか。パラライザーからジャック、ダッシュ上なから空中しろ回避読み。これは上なから2択かっていうのか。波動弾。さあこのパーセント、お互い撃墜打があるのか。上スマッシュ、クエルからのクエル、もう一つ下火耐えてる。ルカルさすが重い。上からリアーツしてくれ。なんだなんだなんだ理想の展開作れてたんですけどね。理想ね、作ってたんですけどね。今ルカリオジャンプなくて本当に復帰ルートが限られてたんですけどちょっと暴発しちゃいましたね。まあ、ツー選手はあれですね、四季選手が下を全部勝ってくると読み切って上から、ね、上から行きましたね。現に今ツじゃない、四季選手が下火をしてたのでおそらく崖に捕まるのを読んでたんですよ。まあ、タク勝ちはしてましたね。ちょっと予想外の形にはなりましたがまあ A に触れちゃった感じですかね。そうですね。下投げ空中前2つ、ジャーク空中下攻撃、クエヌクマイクマイ追ってく、追っていくと少し怖い着地つき。横スマッシュ2段目だけヒットしましたね。そうですね。下スマッシュ空上大経由で上に下しギリギリ上だけ空中へ。細身のキャラクターってたまにああいう抜け方するんですよね。そうですね。クラウド、ベヨネッタがいい例ですね。一番すっぽ抜けがなんかすっぽ抜けてるんだけど、あんま飛ばないみたいなね。上に吹っ飛ばないすっぽ抜けってやつですね。横スマッシュその場がひょみディレイがかかってる。強気ですね。空中しろチョークで当てにいった。あの技相当発生遅いんですけどね。そうですね、しっかり空中から空中しろ、ギリギリ追っていく。未来まで追っかけてきますね。そうですね。四季選手がここまで復帰阻止に積極的に行くのはちょっと珍しいかもしれないですね。ここで仕留めないとやばいというそういう感覚があるのか。横スマッシュ、ゲームスピード速いですね。そうですね、この二人の試合はやっぱり見てて気持ちいいですね。結構ね、ゼロサメなんてああいう状況になるとどうやって撃墜すればいいんだよって悩みがちなキャラだと思うんですけど。そうですね、ちょっと自利品になりがちなキャラクターなんですけどね。全然そういう状況が訪れないですね。そうですね、四季さんのいいところが非常に出てますね。つかみ、すかしから狙っていく。つかみ置いていたが、ゼロサメの速さでカバー。そうですね、ステップが非常に優秀なので、それでしっかりつかみをすかしていきました。つかみ、崖話ジャンプをつかみ置いていた。クエ、2つ。先ほどまで今の空上2段食らったときに回避してたんですけど、ツー選手そこで回避を見に四季さんが移行したときにしっかりとジャンプしましたね。そこら辺は読み合い回していく上位勢。そうですね、読み合いが非常にうまい。空前飛びを読んでの対空。 SJ 回避も今まで見せてなかったタクですね。ガンガン読み合い、自分の引き出しを使っていくぞ。ふんだんに使っていってます。四季選手がね、対空で空中前を振ったのも、はい、まあ、あまり強い対空タクではないんですけど、それで追い出すっていうことが結構大事ですからね。そうですね、ルカリオの復帰を、その先ほどからも復帰阻止を積極的に狙ってるので、対空タクを振らずに上から乗っかられ続けるとね、いつかは空中症に当たってしまいますから。発見撃墜勝ったのは2。拍手お願いします。